なんで、うん、あの利用しになろうと思ったんですか。あ、俺はね、母ちゃんもともと美容師だったんですよ。あ、で、まあ、最初はもともとは美容師になろうと思って、はい、中学ぐらいの時からリビカイの大きいさから、で、なんか友達の父ちゃんでさ、はい、床屋さんやってる人がいて、はい、で、まあ、昔からさ、野球も教えてくれてる人で、その人、で、いやあれじゃないみたいな、もうなんか床屋やんないなよみたいな。まあ俺も美容師に絶対なりたいってわけじゃなかったね、うん、うん、まあ、あんまり床屋と美容師のこう違いもそんな分かんなかったし、うん、で、そこで床屋になってみないよみたいなとこから始まってみたいな感じ、うん、で、YouTube でもうほんと海外のあのバーバーのさ、はい、YouTube 見て、あっからかっこいいなみたいな、ほんとそれがきっかけで、高校生ぐらいの時にじゃあ、床屋になろうかなみたいな、ほんと結構そういうノリ。美容師と理容師の違いってなんですか。ここでも大きい大きな違いはね、カミソリを使えるか使えない。理容師がカミソリを使える。理容師はカミソリを使える。だから顔剃りはできない。そしたら、理容師の方がちょっと何ですか、ラインが上みたいな感じで。いやー、まあでもやれることはね、ちょっとこう髪を切る、髪を染める、パーマを持ってるっていうのは変わんないけど、はい、まあ優劣ってわけじゃないけど、まあ、カミソリが使えるっていうのはまあ大きな武器だよね、パーマーになる。もうすげえ、めっちゃ短くなった。長いでしょ。はい、いい感じです。お前のせいでこうなってんだろ。ここから見たらガードマンみたいですね。でも LINE とかやったら仕入れちゃっていいっすね。あ、いいの。はい、もうお願いします。もうお前の注文になってんの。まあこれもドッキリじゃないの。結構こう回しながらだけど、編集するときは使えないとか抜いたりとかしてんでしょ。あ、もうめっちゃくちゃバーコードになるぐらいカットです。多分アパッシュチャンネルだとカットっていうか、うん、あの場面の切り替えが主に多分カットとかなるんだと思うし、僕らも喋ってこの一瞬の間をなるべくこう喋り続けてるかのように見せるために。あー、なるほどね。要は空、なんていうの、空白を埋めちゃうみたいな感じだ。そうですね。もう音がないところは全部カットして、うん、で、喋っててもなんかちょっと長いなとか思ったところは全部カットしてみたいな。そしたらなんか話飛び飛びになることとかないの。そこはなんかうまくテロップとか使ったり。あー、なるほどね。ごまかしながら、しながら。まあそれはまあ僕らもだんだん技術が上がってたら多分喋りも上手くなって、カットもしなくてするんだろうけど。そうだね。また編集能力もね、いや、そうだね、技術もこう上がるだろうし、ね、結構ね、私はもうコータがさ、メインでさ、はい、ファッションネルとかで動画回して編集してってやってくれてるからさ、うん、まあ、お手伝いこう、ね、こんな雰囲気でって喋ったりとかさ、やってるからさ、でも自分たちでやるんだったらやっぱ結構難しくない。いや、難しいですね。もう何も分かんない状態から始めてるんで、うん、とりあえず道具はこだわって始めた感じですね。誰がきっかけなの。誰がきっかけなんだろう。この
第一人者みたいな、こうやろうよみたいな言ったのが誰だ。多分相方のショッチャンドなんですかね。あ、そうなんだ。そうだよね。あ、多分だよ。もう全然そんなもう、なんか適当なノリなんです。うん、やるべみたいな感じで、うんうんうん、あ、じゃあやるかって言って時間が経ってきて、うん、周りにいつやんのみたいな、うん、あ、もうそれは公開してたの、もともともう自分らの近い周りには言ってて、うんうん、それは YouTuber になるやんか。そうですね。あ、それで、あの多分ここにも来てるあの、ゆうたっていう、ゆうた、はい、あ、今、ゴーストがいる、うんうんうん、ゆうたっていう YouTuber が先に行って、あれどっか行ったんじゃなかったかな。あ、今留学して。そうだよね、はい、うんうん、いた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 。その子がもう引き金ってなって、あ、もうすぐやろうみたいな。なるほどね。なんです、今なんか変わり者っていうか、うん、人と違うことというか。なるほどね。もうすごい、マジでガードマンみたいな。うん、じゃあもう角刈り作ろうかなと思って。いい感じですね。でも今じゃこう、今からじゃ想像できないぐらいの最後はかっこよさになってるよ。バシッと決めちゃってください。よかったな。よかったなじゃねえの。たぶん結んだままでもまだよかったんだ。なんならこの間もね、ちょびちょびその話だったもんね。で、もうちょい伸ばしてって話だったのにもかかわらず、うん、バリカン使うの大変ですか、このフェードを作るときの。いや、意外とね、慣れればだけど、フェード作るのとか、はい、要はもう色彩のグラデーションってさ、こう目に見えるか見えないかぐらいの段差をさ、はい、滑らかにさ、徐々に長さを変えれば綺麗になってくるわけだから、うん、うん、髪質とかに合わせてこのバリカン使おうみたいなさ、うん、うん、その選択と使い方をさえこうできるようになれば誰でも上手に使えると、結構練習はするんですか。練習はするね。マネキン使うんですかね。うん、あ、ウィッグだ。あ、そうそうそう、うんうん、そうそうそう、俺はウィッグ使ったことないけど。俺はもう人の頭取る、人の頭、友達の頭取るってやつ。ウィッグだとやっぱ毛のね、植え方とかも全然違うし、うん、さあ、どんなカラーギャングになるのか楽しみだ。いや、でもこっからじゃまだ想像つかないからさ。そうだね。なんでアパシチャンネル始めようと思ったんですか。アパシチャンネルは本当に始めようと思ったきっかけは、コウタが、はい、川上さんがやっぱりこう出張にね、はい、来てなくて、その時にやっぱりこう、まあ出張に出てさ、こうアパシの名前をさ広げてさ、まあ、お客さんにも最終的にはこうこういうことやってるんだよっていうのをさ、はい、教えはられるんだけどさ、はい、ちゃんとこう海外に行ったりとか全国でこう動いてることの、まあ、詳細部分だったりとかさ、そういうものがここ見えてこないとさ、お客様の不安になるじゃん。そうですね、うん、だからこういうことしてるよって、俺たちがみんなこういうことやってるよっていうのをこうまずは教えるためにっていうのが最初のきっかけで、うん、そこから発想で、まあ、じゃあファッションは川上さんがやっぱあのアジアで唯一一人この俺らが使ってるバリカンゴールっていうものの教える資格を持ってる、アジアで唯一一人。へえ。そういうのだったりとか、うちが販売卸しをできるからさ、はい、うん、まあ、そういうのもあるから、じゃあ物の商品の紹介とかやれば、まあ俺たちの、うん、仕事にも結びつけるとかさ、うん、そうそう、それでから始まったのが今のアパシチャンネルだよね。今後のどう展開していくんですか、アパシチャンネルは。アパシチャンネルは、いや、どう展開していくんだろうね。まあ、俺たちの中では、まあ、こう、常にやっぱ、日本でやっぱ一番こいつらやばいなっていう声でありたいから、うん、やっぱ最前線にこういうことやってるよとかさ、うん、
そういうのをこう作り上げるためにも YouTube で、まあ、それこそカットの動画とかをさ、うん、他の人たちが作れないようなクオリティで作ったりとか、うん、あと最近やってるのはあの俺のお客さんとかでこうやっぱ俺たちがやってるのって地元を盛り上げるためにやってるから、うん、アパッシャは結構サポートユアローカルっていうのをモットーにやってるんだけど、うん、俺たちもその人に還元するけど、この人がこういう活動してるよっていうのを朝日から広めないとか、うん、それで意味がないっていうか、うん、で俺たちはその支えるためのもう仕事だから、うん、だからあのアパッシャのチャンネルとかで結構俺の先輩2人今回割烹料理屋さんと、はい、スーツの仕立て方の動画上げてるんだけど、まあ、そういう動画をもうちょっとこう出していきたいよね。旭川にはもっとこういうかっこいいやつがいるんだよっていうのをさ、うん、まず旭川をターゲットに。もちろんもちろん、だって俺たちのやってる仕事は全部やっぱ地元の旭川の人たちのためだから。うん、うん、暑いっすね。暑いね。うん、すげえ俺らはもう日常的なことだから、うん、あれだけど、でもまあ分かってくれればいいよね、みんなが。でもチャンネル登録者があれだけいるってことはそれだけ見られてるんじゃないですか。まあそうだね。うん、今最高にバズった動画で再生何本いった？最高にバズった動画何本だろう、2000いかないぐらいじゃないですか。おーおー、全然もう、まだまだ。でも、TikTok は、うん、バズって、うん、30万ぐらい再生したんですよ。マジで？そのあの、iPhone ぶっ壊すやつ。おー、やったね。そうです、短編っていうか、あの一番美味しいところを TikTok にカットして出したっけ。30万もうアンチしかないですけど、ね、まあまあまあ、SNS の世界はね。そうですね、うん、それだけでフォロワー、その TikTok のフォロワーとかもめっちゃ増えて。で、それ30万いいねとか来てさ、あ、30万再生ですね。いいねは何千とかするの。で、フォロー何人来るの。それ500人とか400人。マジで？すごいね。もうその上げた日はもうすごかった、その通知が。ずっと TikTok ばっか。ジャスティン・ビーバーみたいでしょ。なんかさ、歌とか歌えない？めちゃくちゃ歌得意なキャッツだね。なんかまで。うまいっすよ、歌。あ、ジュニア歌うまいよ。じゃあなんか歌系いけばいいんじゃない？歌ってさ、めっちゃバズりやすくない？バコンいいか？でもそんなバズるほどのうまさじゃないんですよね。モノマネとかできないの、ちょっと。ういうい、ういういパイセンみたいなさ。モノマネ、なんかもう、飲み会でふざけた、なんか、モノマネぐらいしか。なんかそういうのできたら、いいんじゃないかなとか思うんだよね。あー、なるほど。あとは普通にアカペラのカラオケとかはやろうかなと思います。何点出るまで帰れません。あー、そんな感じです。でも、まあ弱いかな。いや、なんでもチャレンジしてみたらいいんじゃない？誰がいつも企画考えてんの？もう俺だね。うん、しょっちゃうんです。あ、そうなんだ。てか僕がほぼドッキリしかしてないんですよ。なるほどね。はい、ドッキリ以外は大体俺だよね。なんか誰もやらないようなこととかやれば。今の時期に誰もやらないようなこと、海に入ってみたみたいな。ルモンいて、それはやりたいですけど。結構命がけ的なさ、いや、こいつらやってることマジやべえみたいな。体張ったり。そう。なんか野菜枯れてるやつがいるんだけど。あ、それやばいね。なんか面白いことやれればね、一番俺はそれこそ YouTuber やっててよかったなと思う瞬間来るんじゃない？どう、何を求めてるんだろうか。みんなが？そう。いや、逆転の発想さ、やっぱ人が求めてるものじゃなくて、自分がやって求められるようになればいいんだよ。うん、その方が早いし、うん、まあそうだね。そうそう、だからなんかとりあえず自分たちが求めてるものって楽しいと思ってやる、なんかこれ面白いんじゃないってとりあえずやるじゃん。である程度なんかチャンネル登録者数とか増えたら、コメント書いてくれたらどっから抽選でプレゼントしますみたいなさ、そしてこの人たちのやってること面白いってなるだと思うんだよ、俺は。うん、だいぶ短くなってきてますよね。うん、
And the one who always says that you gotta take the chance you get. Cause we are one in a million. Tonight's the night we come alive. I do and you don't. We complement each other. The reason for love has always been amazing. I might. チャラい。チャラい。もらいました。チャラいってやばい。すごいね。ハサミくるくるしてからできないですか。ハサミくるくるしてから。はい。ちょっと苦手に。こいつを。そんな。めちゃめちゃやばいな。いけるかなってやっぱり。こういう感じでいく。はい、そんな感じで。いくよ。一発本番でいくよ。決まりました。そうやってるね。そうや。終わりました。終わりました。で、いい感じで、ね、若いユーチューバーなんで、地元の。どこまでかなって。めっちゃさっぱりです。いいね。さっぱりです。僕もお前はさっぱりしてる。俺のちょんまげどこ行った。ちょんまげどこ行った。これこれやばいだろ。これ来た、切りました。これはやばい。やばい。